古いチェーンを切って新しいチェーンをつなげるやり方ね。一応手袋は新品にして、チェーン切るときは、おっと、こっちね、こっちの細い方を引っ掛けるので、なんだろうね、ひょうたんのこっちが後ろ側を抜く感じで、で、ね、古いチェーンと新しいチェーンをつなぐのが、で、新しいチェーンね、汚さない新しいチェーンをつないで。余分なとこを切って、で、古いチェーンを引っ張ってホイールを優しく回してあげると、新しいチェーンが勝手にニョ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 ンって行くから、よしよし、チェーンが汚れないように何か下敷いてあげると、これで新しいチェーンがここまで来ました。で、以上です。